ハインツシュトリューニングは、ドイツの軍人。第二次世界大戦中、ドイツ空軍に所属する撃墜王の一人として、その名を知られた。白洋付き騎士鉄十字章受章者。シュトリューニングは280回の出撃で、敵機56機を撃墜したとされる。また、撃墜記録のすべてが、夜間出撃時のものだとする記録が残されている。1912年、ネビンゲスに生まれる。 1935年、再軍備の折に新設されたドイツ空軍に入隊。1939年8月2日、五長として、第26駆逐航空団、ホルストベッセル第5中隊に配属された。第2次世界大戦が始まると、ポーランド戦線に派遣され対地攻撃任務に従事した。ポーランド作戦後、彼の中隊は、第30爆撃航空団に移り、 ノルウェー方面にて、ナルビクの共同歩を守備する、地上部隊の支援に参加した。その後、夜間戦闘機上員となったシュトユーニングは1940年7月に、第二夜間戦闘航空団、第一中隊に配属された。この頃までに軍僧となっていた、彼は66回もの英本土上空における夜間、戦闘任務に参加し、1940年11月23日の、 深夜には最初の敵機撃墜を記録している。1941年末、彼自身が申請した撃墜記録は9機であった。1941年11月、同航空団第7中隊に移る。1942年7月、19期目の撃墜を申請した後にドイツ十字賞金賞を授与される。同年9月までに勝位に昇進し、 10月には、騎士鉄十字章を受賞している。1942年11月から1943年4月まで、第2夜間戦闘航空団は、シチリアの基地にて、地中海上空における任務に従事した。1943年5月、首都リューニングは、第1夜間戦闘航空団、第2中隊に転属。同年6月1日には、 英空軍のランカスター爆撃機3機を撃墜している。注意に昇進した後、第1航空団第3中隊長に任命された。同時期には、新型機ハインケル HE219 の試験搭乗員も務めており、1943年8月1日深夜には HE219 に登場したシトユーニングが3機の爆撃機を撃墜している。 1944年4月までに、首都リューニングは15回の夜間戦闘における勝利を収めており、また1944年7月20日には、第1航空団、第9中隊長に任命されるとともに、彼の騎士鉄十字章に白用が付された。1944年12月24日午後6時頃、首都リューニングの登場していたメッサーシュミット BF110。 ケルン上空にて、ランカスター爆撃機に対して攻撃を試みたが、随伴していた、英空軍第157飛行隊所属のモスキート、迎撃機により撃墜された。彼は脱出したものの、機体に体を打ちつけて死亡したとされる。彼の遺体は、撃墜から2ヶ月後になって発見された。彼は戦死するまでに280回の戦闘任務に従事し、 夜間戦闘における56機の撃墜を記録した。ありがとうございます。